ゾースト。ゾーストは、ドイツ連邦共和国のルトライン、イコールベスト・ファーレン州、アルンスベルク行政管区のゾースト軍の軍長、所在地である。この町は、ドルトムントの東約5 0トル、パーダーボルンの西約5 0トルに位置している。この町は、ヒよクなにあり、人口約47000人である。中核地区には、約3万人が住んでおり、 残りは、周辺宿に住んでいる。表記は1995年以前の初期定の段階で、すでに相入れないものであったため、地名に関する常設委員会の緊急勧告の後も、終え、いわゆる超音の E を用いたスペルが引き続き、使用されている。地域面積は8、581.6ヘクタールで、ある。 ゾウスト内市街のマルクト通り沿い中心部の座標はである。南北の最大幅は1 1 5トル東西の最大幅は1 3トルである。市内の最低点は、テニング全宿のシュレッテと B475 号線の間にあるハンマーラントで海抜7 3ルである。最高地点は、ベルゲーデ区の海抜2 1 9ル地点であり。 地域の高度差は146メートルある。ゾーストは、北から時計回りに、リッペタール、バート・ザッセンドルフ、メーネゼー、エンゼ、ベルル、ベルバート境を接している。1969年のノルトライン、イコールベストファーレン州の市町村再編に伴い、旧ゾースト市は1969年7月1日に、それまで独立した自治体であった。 現在の宿18町村と合併した。これらの町村は以前からゾウスト市と緊密な関係にあった。両方上の県地からゾウスト市は他の30町村と共に中世から1809年までゾウスト地域に属していた。これらの宿における信仰はゾウスト市の市民と同様に福音主義が多数であった。地形上はゾーストの宿の一部はゾーストや その他はハールに属す。個々の集落すべてが行政上の市区となっているわけではない。例えば、ゾウストの北に位置するエリング前は行政上の市区ではない。この市町村合併により、ゾウスト市の面積は1969年7月1日に 28km から約 86km に、人口は35,511人から40、320人に、 それぞれ増加した。2008年の人口は約48000人で、このうち40660人が中核宿に7340人が周辺宿に住んでいた。ドル以内の本来の内市外の人口は6532人で、全市民の約13.6%であった。ゾース都市の中核宿を除く行政上の宿は以下の通りである。 地名に特徴的に現れるイングセンはゾウスト近郊全域に特徴的な語尾である。これは元々の名称イングハウセンを短縮したものである。千年以上の古い歴史を持つハンザ都市ゾウストは中世にはヨーロッパの最も重要なハンザ都市の一つに数えられていた。壁に囲まれた1六6ヘクタールの他にゾウスト翼屋の住境界区が ゾースト氏の領域に属していた。ゾーストの最初の文献記録は、セービトゥスの遺骨をパリ近郊のサンドニからコルバイに移した際、836年に B 社ソサットと記述されている。実際には、現在の地域では新石器時代以降あらゆる時代の定住を示す痕跡が発見されている。パトロクリ聖堂南東地域には、 紀元前五千五百年から五千年頃の時代から定住がなされていたことが分か、いる。市中心部の考古学調査によって、1990年代はじめにのドルヤトが発見されている。石器時代の痕跡としては、重要な巨石棒であるヒディングゼン近郊の石室がある。地域を越えて、重要内物はダイリングゼン及びルプローノの出土品である。さらに、 ベストファーレンイコールリッペフード連盟の考古学者は、地域の東端、ゾーストイコールゲルメンで、キリスト生誕前の時期の入植地跡を発見した。発掘により、表記からメロビング時代のある大入植地跡が確認された。コールブリンクの考古学発掘地、現在は C&A の敷地は、遅くとも、紀元後600年頃には、人が住んでおり、 声援が行われていたことを示している。二十世紀半ばには、リューベッカー・リング・ソイのフランク人墓地が発見された。それ以前は、この入植地がどの民族のものであるか分かっていなかった。ゾーストという地名の由来に関する古い議論が再燃し、ゲルマン以前の入植の伝統と関連性が示唆された。これまでは、通常、ソット・サテン、 水源沿いの定住地に由来すると考えられている。ゾーストは、トルトムント、ベルル、エルビッテといった町と同様に、一方早北側の、数多くの水源、他方は、ヘルベークの交易路の恩恵を受けた、古い入植地群の一つである。ゾースト翌夜の肥沃な風土、比較的乾燥した気候、豊かな水は、常に入植に適した土地であった。近隣の塩。 泉源によって古くから行われていた声援は中世にはこの町の重要な経済因子になった。塩と並んで鉄加工もゾーストが産業、さらには公益都市へ発展する上で重要な役割を担った。公益は現在ロシア領のノブゴロドにまで及んだ。公益の発展はヘルベーク、東西と南北の街道が交わる地点にあるという立地によってもたらされた。 周辺の塩泉は、西援ではなく近隣ロバート・ザッセンドルフの温泉や、ベルルの観光西援所という形で、現在も利用されている。議論が定まっておらず、研究者の大多数が否定しているシズレクの佐賀を歴史的根拠とする説では、中世初期のゾーストでニーベルング族が没落したとされている。ドイツ地域で存在が証明されている、最初の都市法である、 ゾーストの都市法はクルハウト及びシャラーの形で伝承されている。ゾーストの都市法はおそらくケルン経由でもたらされたロンバルディアの都市法をモデルに制定されたと考えられる。この都市法はコルバフ派をはじめ周辺の多くの都市に適用された。しかしより重要な点はゾーストの都市法が離れた都市でも作用したことである。特にゾースト商人が その建設に参加したリューベックでは、ゾーストの都市法に手を加えた、リューベックの都市法を用いられ、これがバルト海地域に伝播した。ビルヘルム・フォン・ホラントは、ドイツ王として1252年に、王自身と帝国によるゾーストの保護を保障し、広範な公益特権を与えた。ザーストは、中世の最も重要な公益都市の一つであり、トルトムーンとミュンスター、 オスナブルックと並んでベストファーレンのハンザ都市の中で主要都市の地位を占めた。ゾーストが管轄するリップシュタット、ベルル、アルンスベルク、ブリーロン、リューテン、ゲイセケといった都市による最後の地方ハンザ会議は1604年に開催された。ゾーストは1608年にリューベックで開催された最後のハンザ総会に出席している。 1669年の最後のハンザ会議では、すでにハンザの衰退が明らかであり、ゾウストはこれに参加しなかった。他の都市と同様にゾウストも、中世後期には、お返し領主支配をもくろむケルン大司教の干渉に、対して自治権を貫いた。早くも1225年に、ゾウスト住民は大司教の新しい城を力づくで、破壊した。自治権を守りあるいは拡張するために、 この町は15世紀にの庇護下に入った。彼は、ブル軍との領主家の血縁者であり、ゾウストは広範な独立を保障された。1444年から1449年での大司教の包囲軍に対する勝利は、ピューロスの勝利、損害が大きくて、割に合わない勝利であった。ゾウストは、敵の領土にほぼ完全に取り囲まれ、商業都市としての権力や影響力を失って徐々に、 農民都市に変化していった。最盛期の豪壮な商人の館は、空き家となり、荒廃していった。その石材から、しばしば驚くべきほど、広い庭を取り囲む、旧市街の緑色砂岩の壁が作られた。ゾーストは、ゾーストのフェーデゴ自由帝国都市として事実上独立した。クレイフェコートの緩い結びつきは、その後、ゆっくりと西に向かって拡大するプロイゼンへの併合を、 もたらした。1609年に最後のクレイフェコーが亡くなった後ゾーストはクレイフェコーの医療としてブランデンブルク編教博に引き継がれた。これに対するゾーストの拒絶は成功しなかった。1616 16年の降伏により、ゾーストは初めて敵の支配を受けることとなった。この町は30年戦争で他の町同様にかなりの被害を受けた。 人口から見たゾースト衰退の底は1756年で約3600人であった。プロイセンの絶対王政と有能な人物を自由に掌握しようとする努力が徐々に都市の特権を廃止していった。1742年に貨幣駐造権が1751年には490年以上保持し続けた議会組織が 内市街の選挙での暴略に配慮して失われた。ゾーストにプロイセンの政治体制が根を下ろし、クレーフェイ,イコールマルク博のそれにとって変わった。1531年にフィリップ・メランヒトンを介して宗教改革が行われた。当時修道院教会であった聖パトロクリ聖堂を除く旧市街及び周辺地区前域の芸術史上重要な中世の 教会がすべて福音主義化された。1661年にケルン大司教領における密領に対する罰として宗教改革以後、マリアの巡礼が停止されていたビーゼン教会からベルルに聖母像が移された。ここには毎年数十万人の巡礼者が訪れ、ベルルはドイツで3番目に大きな巡礼地となった。19世紀初めの世俗化で、 パラディゼとベルバーの女子修道院は1808年と1809年に廃止され、1811年には聖パトロクリ修道院、1812年には聖バルブルギス修道院、さらにドミニコ会修道院、1812年やフランシスコ会修道院、1814年も廃止された。1570年から1616 16年までの 魔女狩りの時代には少なくとも67件の魔女裁判が行われた。アンナビットホベデスに対する裁判で始まった1585年から1586年のゾースト最大の魔女狩りでは勢いが犠牲となった。2013年2月27日にゾースト市議会は魔女狩りの犠牲者の名誉を回復した。ナポレオンの時代には1809年にゾーストは 少なくとも48カ村、約2万ヘクタールの周辺地区の土地を失った。19世紀初めにゾーストは、人口約5000人から8000人となり、ミュンスター、パーダーボルン、イーザーローン、民間に次ぐベストファーレンの大都市に数えられるようになった。1843年のゾーストの人口は8、750人で、7650人のドルトムントを凌駕していた。 しかしゾースとは19世紀の経済的な連携に乗り遅れた。中世の建造物は老朽化していった。教会、視聴者の中世建造部分、十の指紋のうち九つといった重要な建造文化財が19世紀前半に取り壊された。1817年の群長所在地への昇格や1849年の鉄道開通によっても経済的衰退は改善されなかった。 1897年、下水網の建設に伴って、それまで剥き出しになっていた、市中心部を流れるゾースト場は、約1.50から1.80メートル掘り下げられ、一部は、石戸いが設けられた。多くの部分で、大井が付けられ、都市景観から遠ざけられた。19世紀の終わり頃に、経済状況は改善した。貨物駅によって徐々に、職場が創出され、最盛期には、 約2000人の職場があった、食品、製糖工場や、鉄加工分野の中小企業が発展した。それにもかかわらず、20世紀初めには、ゾウスとは、のどかな地方都市であり、史壁を越えて成長することはなかったが、そのロマンティックなキャラクターのために、ベスト・ファーレン表現主義中心地となった。近代建築で重要なのが、1920年代に、建築家が作った3つの邸宅である。 このうち最も小さな邸宅、プランゲテイには2011年まで軍立文書館が入居していた。1930年代、中世の趣きを持つゾウストを国の文化財にしようとする努力がナチのサークルによって行われたが成功しなかった。ナチ時代のゾウストはドイツの中世の街というタイトルを掲げてた。第二次世界大戦でゾウストは 何度も連合国の爆撃目標になった。これは当時、ルール地方からザクセンやシレジアへの貨物交通を制御するドイツで最も重要な操車場の一つがあったためである。また、内市街には戦争水工場重要なアックハーゲン社の蓄電池工場があった。駅と工場との間のくさび型の主要爆撃目的地以外の歴史的中核宿でも、 全部で60%の家屋が損傷したが、一部が破壊されたものの、多くの部分が保存された。創車場は、第二次世界大戦後に縮小されたが、近代的な形で再建された。しかしその後使用が停止され、取り壊された。第二次世界大戦後、この街の面積と人口は短期間でかなり増加した。シレジア、特に地域からの難民を受け入れるために、 市の南東部に当時としては連邦最大の住宅地が造成された。本市は数十年の間軍の駐屯地となっていた。はじめはカナダのその後はベルギーの部隊が駐留した。ゾーストはベルギー軍にとってドイツで3番目に大きな駐屯地であった。市内には周辺町村の駐屯地に勤務するイギリス兵士の家族も多く住んでいた。 1970年代に完成したアウトバーン44号線の2つのインターチェンジと大学の設立は現在のゾーストの経済的成功とルール地方東部への通勤者に人気のベッドタウンへの基盤となった。1991年に暗挙を流れるゾーストバッハのサイロ転化が行われた。これはいくつかの箇所で突然崩落する危険性があったためである。 不都合な予算状況のために必要な措置が何度も延期された。最初の最自然化がなされたのは1997年、1998年で170メートルの区間であった。そのごとの区間でも露天化がなされていった。2010年にコルクのタイヒスミューレウラとビーゼン通りの角からレールバッハのバルブルガー通りの最後の、そして最長の区間が着手された。 本市の歴史的構成は6つの方変を持つ本来の都市とベルデと呼ばれる周辺地区からなっていた。ベルデを構成していた町村のいくつかは1969年、1974年の地域再編によりベルアーやバーとザッセンドルフに合併した。ゾース都市は1969年から中核地区と18地区で構成されている。 これにはかつて教会集落であったオステンレンと、マイニングゼンが含まれている。小村、パラディーゼも本市にが合併した。この地区の旧修道院は一部修復がなされた。パラディーゼ修道院はこの町の歴史と密接に関わっており、グリンメルスハウゼンのアホ物語によって文学にもその名を刻んでいる。ゾウスとの市議会は50議席からなる。 1948年以降のゾウスト市長を列記する。図柄、金銀字に縦にまっすぐ置かれ、刃を右、向かって左に向けた赤い鍵。その刃には十字型の切れ込みが刻まれている。旗竿よりの一、三は白字で、四の紋章に描かれた垂直の赤い鍵が描かれている。残りの二、三の面は七回入れ替わる白と赤で塗り分けられている。 ゾースとは、以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。ラトビアのリガ及びフランスのとは友好協定を結んでいる。さらにゾースとは、に加盟している。土類を持つ古い紙壁は、現在も3、4が保存されている。1、4は、鉄道建設の犠牲となった。減損する部分は内土類と呼ばれるものだけである。外側のドルイは1586年に、 軍事戦略上の理由で取り壊された。かつて10箇所あった、四門、八つが主要門、二つは脇門であったの、内内側のオスと方辺門だけが完全な形で残されており、現在は私立博物館が入居している。植樹された土塁は隣接する公園風のグレフテ、ゴー跡と共に完全に歩いての通行が可能で、勝手になど散策に公的である。 グローサー対比も注目に値する。この池は塩分を含んだ水源が多く、氷結しない。ゾースト級市街は、その大部分、合計600棟がほぼ文化財に指定されている。古い家屋のいくつかは、しばしば緑色砂岩の壁で囲まれた、幅数メートルしかない、狭い通りに面している。多くの古い木組建築は、部屋の高さが2メートルよりも、かなり低くかった。 このため修復する際に少なくとも1階部分は十分な高さの天井を確保するよう改築する必要があった。ゾウスとは必ずしも木組建築の町ではなかった。15世紀からの経済的衰退の時代に初めて石像建築が安価な木組建築に建て替えられたのである。このために必要な木材は容易に入手することができた。鳥居や広司教で ケルンの管在人であったがこの町にアルンスベルクの森の木材使用権を授けていたためである。この権利は400年以上にわたって有効であった。内市街に多くの庭園があることもゾウストの特徴である。多くの保護文化財に指定された建築のうち特筆すべきものを一家に列記する。旧市街の10棟の大教会と28棟の 礼拝堂が芸術史上重要な遺産として残されている。いずれの教会もアンデヒテで切り出された地元の緑色左岸で建てられている。これら宗教建築のうち6棟がハレンキルヒエである。取り壊された教会には、聖ゲオルク教会、1823年解体、ドミニコ改正十字架教会、1820年解体、バルブルギス教会、 1879年解体、多くの礼拝堂がある。これらの教会の調度品は、一部が、ゾーストや周辺地域の他の教会に収蔵されている。金、ゾーストには、バンベルクに次いで、ドイツで2番目に大規模な歴史的な組み合わせ賞がある。特に欠失しているのが、パトロクリ制堂で、その塔には11個の金がある。オルガン。 ゾーストの多くの古い教会には重要なオルガンが設置されている。その中でも国際レベルで芸術的、音楽史上重要なのがオステネンの聖アンドレアス教会のオルガンで世界最古の演奏可能なオルガンである。絵画、グラフィック、ガラス作品。私立ホールでは定期的にドイツの有名な巡業劇団が客演を行っている。また、コンサート、 ミュージカル、オペラ、オペレッタ、子供劇、バレエなどの公演も行われる。ヨーロッパ最大の英語劇の巡業劇団、ホワイトホースシたタ,ターは、ゾーストを本拠としている。この劇団は主に教育的短所を提供することを目的としている。文化の家、アルター・シュラハト・ホーフは、私立ホールの向かい側、保護文化財に指定されている、旧私立畜殺場の敷地にあり、 コンサート、キャバレー、朗読、スポーツ、日本史に利用されている。付属映画館は映画芸術プログラムを実施している。ゾーストはパワースポーツの中心地である。AC ゾーストはウェイトリフティングで何度もドイツチャンピオンになっており、過去には重要なウェイトリフティング選手やその他のパワースポーツ種を輩出している。1980年代末にゾーストは パワーリフティングの世界選手権大会の開催地になった。また、レスリングリーガ、ウェストサイド、エクストリームレスリングも、ゾーストで模様された。ゾーストには、ドイツ最大のジルベスターレースのゴールがある。ジルベスターレースは、ベルルからゾーストまで9連邦道 B1 号線を、通る 15km のコースで、毎年8000人が参加する。トゥスヤンゾーストは、 1980年代に強い卓球女子チームを有していた。このチームは1979年、80年から卓球ブンデスリーが2部でプレーし、1984年にブンデスリーが1部に昇格した。1990年にこのチームはドイツ準チャンピオンになった。有名な選手としては、ジン、スック・コーズ、カーチャノルテン、イルカ、ベーニング、ブリギッテ・デカイン、 ニコレデカイン、エーファ・フェレンキ、オローン・ミー・マジェカ・ダン・ミーが所属していた。ゾウストの伝統的な名物料理として挙げられるが、メプケンブロウとブラッドソーセージの一種とプンパーニッケルである。しかしプンパーニッケルが実際にゾウスト発祥であるかどうかは議論の余地がある。この栄誉例えばなどベスト・ファーレンの多くの都市が争っている。バイエルン王国の宮廷御用達の 黒パン製造業者である市中心部のパン屋ハーフェルランとは何世紀にも及ぶ伝統を引き継いでいる1570年創業もはや新しいとは言い,い難いが比較的新しい名物料理としてはモカリキュールのブルレンアウゲがあり万世協会祭で測り売りされているこの他にはゾースタービールがあるツビーベルビーアとも呼ばれるこのビールは 1993年からブルワリーツビーベルで醸造されている。このブルワリーではヘレス、ドゥンケル、バイチェン、さらにクリスマスシーズンにはバイフナハツボックと呼ばれるビールが製造されている。2009年7月1日にベストファーレンポストのゾーストでの観光が終了した後、地方ニュースを掲載する日刊誌は一種だけである。ゾースターアンツアイガーがそれであるが、 この日刊誌はそれ以前から圧倒的なシェアを占めていた、アイボ2 0 0 6によれば88.10%。水曜日と日曜日には、無料の情報紙、スタットイコールアンツァイガーが括弧に配布される。これは、ゾースターアンツァイガーの特別テーマ編集局によって制作されている。タウン誌、ゾーストマガチーンと、ソソおよび、ローカル健康雑誌。 アイバードが月間で発行されている。この他に年4回発行の無料ライフスタイルマガジン、プューアがある。ゾースト軍向けローカルラジオがヘルベークラジオでゾーストのシュロイトベークに本社を置いている。ゾーストはのゲンスタジオ編集局管轄地区に属している。ロカールサイトジュードベストファーレンでは地域に関する情報を放送していている。ゾーストは ネスレの子会社で、ビュープヒエンの商標で保育用品を製造する、ビュープヒエンイコールベルク、エーワルトヘルメス GMBH の本社所在地である。クーヒエンマイスター社は、バウムクーヘンや、クリスマスシュトレンの工場を生産分野における世界的、リーディングカンパニーで、重トースト工業地区に本社を置き、四北西部の旧製陶工場に流通センターを設けている。このに、 アルコア、ハスブロ、ホンゼルといった会社が立地している。ゾースト市最大の雇用主は、ゾーストに本社を置くコンピューターの大手販売グループ、オルソー・アクテビスである。オルソー・アクテビスは、情報工学、テレコミュニケーション、娯楽用電子機器の製品、ソリューション、サービスを提供している。ゾーストには、技術、経済大学、南ベストファーレン専門大学のキャンパスがあり、 農学、電気エネルギー工学、機械製造、オートメーション工学の専門学部がある、旧パーダーボルン大学ウスト校。国際的な学習コースは、スイスジャーマン大学ジャカルタのウェストファイリア部門と共同で行っている。キャンパスは、かつてゾウストに駐留していたベルギー軍の旧兵舎を、改造、あるいは一部については新たに造成して作られた。 ノルトラインイコールベストハーレン行政専門大学の一部は2000年8月に閉鎖された。この町の教育環境には、ギムナジウム3校、アルデグレーバーイコールギムナジウム、アーキギムナジウム、コンラートイコールフォンイコール、ゾーストイコールギムナジウム、実家学校2校、クリスティアンイコール、ロールフス実家学校、ハンザ実家学校、本家庭学校3校、 ハンナイコールワーレント総合学校、バルドルフ学園、職業補修高等専門学校、ゾースト軍立ベルデ職業補高等専門学校、ゾースト軍立フーベルトスイコール、シュバルツ経済、経営職業補修高等専門学校がある。アーキギムナジウムは、ベストファーレンで最も古い人文主義のギムナジウムで、ある。ゾースト市内には、基礎家庭学校が8校ある。 公立の基礎家庭学校は、アストリートイコールリントグレン基礎家庭学校、ゲオルク基礎家庭学校、ヘルベーク基礎家庭学校、ヨハネス基礎家庭学校、ペトリ基礎家庭学校、ビーゼ基礎家庭学校である。また、カトリック教会が運営する宗教基礎家庭学校が2校、ブルーの基礎家庭学校とパトロクリ基礎家庭学校がある。このに、障害の子や、 青少年のために、職業補修高等専門学校、職業訓練所、養護学校、基礎家庭、本家庭、実家学校がゾーストにある。ゾーストには、私立図書館、全国的に重要な私立文書館、ゾースト軍の軍立文書館がある。ゾーストの文で、特に重要なのは、大部分が、ムハンマド・サルム・アブドゥラーによって制作された、ドツイスラム文書である。 ゾーストが古くから重要性を獲得できた要因となった交易路のすべてが現在も使われている。カール大帝がアーヘンからパーダーボルンへの東西を結ぶ街道として整備したハンザ時代の旧ヘルベックは帝国道路1号線1949年からはとなった。この道路はルール地方からほぼ一直線にゾーストを通りパーダーボルン方面へ抜けていく。 この東西の広域交通は、1972年、西部と1975年、残り部分にアウトバーン44号線が引き継いだ。このアウトバーンは、市の南を q b 1号線と並行して走り、西のルール地方と東のカッセルとを結んでいる。ゾウスト付近では、ゾウストインターチェンジでに、ゾウスト東インターチェンジでに接続している。ウス付近の B1 号線は、 2014-2015年に、修道 L856 号線、L969 号線に降格された。南北の交通については、A は B475 号線があるが、この道路はゾーストを迂回している。ゾースト南部から B229 号線がに向かって出発する。現在のゾースト駅は、本市に現存する唯一の鉄道駅である。 この駅で、複線電化区間のハム、バールブルク線及びドルトムーンとゾースト線が接続する。この駅には、アイス、IC、RE の列車の他に、短い運行間隔で2つの路線の RB が発着する。この他の鉄道路線は完全に廃止され、一部は自転車道に改造されている。ベストファーレン地方鉄道の標準機の名ネタール、鉄道はかつて、 ゾーストと南東方向のメーネタール、ベレテ、リューテン、ブリーロントを結んでいた。さらにエイジールールイコールリッペ鉄道は、メートルキの軽便鉄道で、ゾーストから北西方向にリップボルクを経由して、ハムに運行しており、ホーフェシュタットへの支線があった。また、南西方向にオステネン、ニーダーエンゼ、ネーハイムイコールヒュステンを経由して、アルンスベルクへ向かう路線もあった。 市内にあったこれらの路線の駅、例えば、ワルのゾーストイコールトーメ東亜駅、ルのゾーストイコール夜行ビ東亜駅は、現在ほとんど見分けることができない。ベステンヘルベーク4番地の家の壁がかつてここを、通っていた軽便鉄道の愛称、ベンゲルアントンと思い起こさせる。ゾーストの貨物駅も、やはり完全に廃止され、工業地域への引き込み線も撤去された。 ルールイコールリッペ地方交通 GMBH は、この町に営業所を置き、多くのバス路線を運営している。この会社は、ゾースト及びその市区と、周辺市町村とを結ぶ、路線番号が、R で始まる地域バス路線を運行している。他方ゾーストには、中規模都市に、典型的な市バスも、路線番号 C1C8 も整備されている。市バスは、南東に向かう。 C1 路線から運行方向の時計回りに番号が大きくなり、東に向かう C7 路線まで内市街から放射状に伸びている。C8 路線は北西方向に運行しており、これだけは蒸気システムにのっとっていない。一貫したランデブー原則に基づくすべてのバス路線の中央ターミナルは旧市街にあるブストレフ・ハンザプラッツ停留所である。 旧市街の北西に位置する駅にも、ほとんどの路線バスが停車する。全市バス路線の最大運行間隔は30分から60分で、中核宿と合併宿を結んでいる。いくつかの市バス路線は、地域バスの機能を持っており、市境を越えて近隣町村、例えば、メーネゼーとの間をも結んでいる。ゾースとは、ルールイコールリッペ交通共同体の、運賃適用地域に位置している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。